家事しない、育児しない。注意したら下で、安らぎがないと吐き捨てて。別居に持ち込んだ夫が、今さら同居を要請してきた。子供が小さくて手がかかる時期に、私に丸投げしておきながら。イケシャーシャーと何を抜かすんだろう。大型、息子が、ある程度分別がついたものだから、今なら戻っても。育児方面でとやかく言われないと、こうをくくっているんだろうけど。それか、さすがに、別居が5年にも及ぶと寂しくなってきたのか。義母が創生して不安になったのか。そのまま、義父と仲良く暮らしていればいいのに。今さら戻ってこられても困る。息子も、夫の顔を忘れてて、親戚のおじさんくらいにしか思ってないし。仕事も順調で引っ越しとか考えられない。今まで自分の都合で家族に迷惑かけてきた人間に、家族一緒に暮らす温かさとかを語る資格なんてないでしょう。片親のレッテルが嫌だったのと、忙しくて離婚の手続きが面倒だったのとで、後回しにしていたけれど、あちらがそのつもりならこちらにも考えがある。別居歴は10分あるし、離婚届を、その分厚い面の皮に叩きつけてやる。というか、同居したいなら、まず今まで放置していた婚費や養育費を払ってよ。私が切り崩した貯金を補填してよ。その上で離婚を言い渡してやる。別居のままなら、息子が成人するまで放置するつもりだったけど、気が変わった。女が、男の都合に振り回されるだけの存在だと思っているなら、大間違いだと教えてやるわ。